ジェフェルソン・ファルファンは、ペルーリマ軍リマ出身のサッカー選手、FC ロコモティフ・モスクワ所属、ポジションは FW、PSV 時代のファルファンペルーリーグの強豪アリアンサ、リマでデビューすると、2003年には12得点、2004年には19試合出場ながら14得点を、上げる。2004から05シーズン、フース・ヒディンク率いるオランダの PSV、アイント方編に引き抜かれる。 2005から06、2006から07シーズンと2期続けて21得点を上げるなど、チームのエールディビジオン連覇に貢献した。2008年6月5日、ドイツ分でスリーガのシャルケ04に4年契約で加入した。遺跡金は1000万ユーロ。当時監督を務めていたフレトルッテンとは、PSV 時代にユースコーチだった頃から、基地の間柄である。シャルケでは、 加入1年目の2008から09シーズンから右サイドの定位置をダッシュし31試合で9得点を記録。2010から11シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは全10試合に先発出場し、ラウンド16のバレンシア戦セカンドレグでは2得点を上げる活躍を見せ、クラブのベスト4進出に貢献した。しかし、 翌2011から12シーズン頃より不詳に悩まされ始め、出場機会が減少し、2014から15シーズンにはついに出場機会が訪れなかった。2015年7月24日、UAE リーグのあるジャジーラクラブへ3年契約で完全移籍。2017年1月30日、ロシアプレミアリーグの FC ロコモティフモスクワへ自由移籍で加入。 2017年4月1日のウファ戦でデビューを果たすと、決勝点となる初得点を挙げた。翌2017から18シーズンには、ゼニト戦での2得点やチェスカ・モスクワ戦での1得点を、はじめ、優勝を争うチームとの直接対決での勝負、強さを見せ、最終的に22試合10得点を記録しロコモティフのリーグ優勝の原動力となった。 2003年からペルー代表としてプレーし、初めての国際大会となったコパアメリカ2004では、ベネズエラ戦で先制ゴールを決め、勝利に貢献した。しかしチームは準々決勝のアルゼンチン戦で敗れた。コパアメリカ2007ではゴールを決めることはできず、再び準々決勝でアルゼンチンの前に敗退。コパアメリカ2015は、アンドレ・カリージョの存在もあって4試合の出場に止まったが、 チームは準々決勝でボリビアを撃破。続く、チリ戦には、敗れたものの、3位決定戦でパラグアイを破り3位入賞を、果たした。2018FIFA ワールドカップのメンバーにも選出され、フランス戦では、ジョシマールジョトゥンに代わって、後半から、途中出場し、ワールドカップデビューを果たした。クラブアリアンサ、ディマ PSV、アイントホーフェンシャルケレイヨンロコモティフモスクワ代表。 ありがとうございます。